アメリカのニクソン大統領とジョルジュ・ジャン・レーモン・ポンピドゥはフランスの政治家。シャルル・ド・ゴール政権で第2代フランス首相、第19代フランス大統領を務めた。日本の報道関係では寛容的にポンピドーと表記することが多い。また、ポンピドゥ、ポンピドーなどの表記もある。1911年7月5日にカンタル県モンブディフにて両親が 教育者の家庭に誕生した。パリの名門リセである、ルイル・グランコーで学んだ。1931年に、パリの高等師範学校に入学し、1934年には、文学のアグレガシオンを取得。卒業後はまずマルセイユで、ついで、ルイル・グランコーと並ぶパリの名門リセアンリ4世以降で、教鞭を取った。第二次世界大戦中は、タイドクレジスタンス運動に参加。 パリ解放後は、シャルル・ド・ゴール将軍主犯の政府において、官房長官の職につき、国務院調査官などを経て、1954年2月から、北部鉄道取締役となった。この縁で、ロスチャイルド銀行で働くようになり、1958年まで、頭取りを務めた。1958年にド・ゴールが首相として、政界復帰を果たすと、官房長官を務めた後、 ドコール大統領政権で1962年4月16日から1968年7月13日までフランス首相を務めた。ドコール引退後の1969年6月15日の大統領選挙において58.22%の得票率で当選した。ドコールの後継者として登場しつつも連続と解放を掲げていくつかの点で、 軌道修正を図った。例えば、外交面においては、イギリスの EC 加盟を支持する姿勢を通り、イギリスは1973年に EC 加盟を実現させた。同年に起こった、石油危機への対応に追われる中、大統領在任中の1974年に、白血病で死亡した。歴代のフランス大統領の中でもとりわけ現代、芸術に関して造形が深く、 パリ4区にある総合文化施設であるポンピドゥセンターの設立に尽力した。また、航空宇宙産業においても卓越した手腕を発揮し、当時民間航空機市場へ参入しようとしていたスネクマが、ゼネラルエレクトリックの当時輸出が規制されていた最新鋭の F101 エンジンのコアを流用した民間機用の CFM56 エンジンを共同開発、生産するために、 合弁で CFM インターナショナルを設立するようにアメリカのリチャード・ニクソン大統領に直談判した。ありがとうございます。